先生って言ってくれるんで、はい、この教えが良かったかなっていう風にしてくれて、今は逆転します。彼が僕の先生です。まだ先生だったり。ジュリアードにとって宮田智子選手は先生。ゆっくり言ってください。ゆっくりゆっくり。あの文字文字半分日本語、半分日本語。いや、まだ日本語上手です。え、日本に来たら日本語が下手になっちゃった、そんなことないでしょ。まあそうだけど、まあ最初日本語来た時、いや、日本に来た時日本語をほとんどこんにちはしか言えなかった。そうだね。とりあえず、まあ、ちょっとずつ良くなってるけど、最近ちょっとストールしてるような感じにしたな感じしてるけど、もうちょっと頑張るかな。はい。まあ今年はね、ジュリアン・ラリー選手は今はあのこのスーパーフォーミュラのステージにこうやって来てくれてますけども、え、実はスーパーフォーミュラ・ラリーさんをね、戦っていて、であの中島和樹選手の、まあ、代役という形でスーパーフォーミュラも出てますけど、忙しかったですよね、今シーズンのね、ずっとレースばっかりで。まあ、そうと思う。まあ、絶対エクスペリエンスのためはとてもいいと思うんですけど、まあ、やっぱりスーパーフォーミュラかスーパーフォーミュラナイツは、トップジョブは少し難しいと思っているので、ウィーケンドはいつも 50% ナイツと、SF に集中しているから、この間のマテリーは 100% ナイツと走られていて、まあ、調子、普通より良かったので、とまた同じ。同じものを SF のため、このウィーケンドのため、同じものが欲しいから、まあ、とりあえず、この集中は今忘れたかな。今週はね、スーパーフォーミュラ 100% だけど、そうです。で、しかも鈴鹿は楽しめるっていうかね、すごい楽しいと思う。ね、しかし、日本では一番楽しいサーキットと思う。あ、そうですか。はい、嬉しいです。さあ、そんなですね、4人の皆さんなんですけれども、ルーキーということでね、いろいろとやっぱり印象もあったシーズン始まりだったと思いますけど、大津選手なんかはね、結構去年、最終で、まあ、代役で参戦をして、で今年はフル参戦というシートをこうやって得たわけですけども、やっぱりもうなんか無釈迦みたいなシーズン前は結構緊張しました。フルシーズン戦えるっていうことは。しましたね。しましたし、まあ連続だから走るっていうことも話してて、まあ、まさか自分にそんな話が来るとは初めは思ってなかったので、はい、本当びっくり しましたし、まあ開幕始まる1ヶ月半くらい前は、前までは乗れることに決まってなかったので、ドタバタでこう乗れることになって、うん、まあ、テストも2回ちゃんと走れたので、はい、まあ、よかったんですけど、本当に初めは、まあ、ビビりましたね。セラ選手もね、スポット参戦がいくつかあって、スーパーフォーミュラっていうものは分かってたでしょうけど、やっぱりフル参戦ってなると、ずいぶん気持ち的には違うものになったんじゃないですか、ルーキーとはいえ。そうですね、まあお世話になっているセルモインキングから参戦ということ で、また石浦さんのいいこうシートを、渡してくれて、まあ、走らせてもらうのは本当に光栄なことで、もう正直ニヤニヤが止まらなかったんですニヤニヤが止まらなかった、はい、まあ、石浦さんのやっぱり存在っていうのがやっぱりかなりこうなんていうんですか、チームも大きいから、まあ、その石浦さんがセナだったらって言ってこう託してくれたっていうのは、まあ、自分にとっては嬉しいなっていう気持ちでしたかね、やっぱりね。そうですね、それこそ全日本 F3 とかで、間近で石浦さんの走りとかを見てきたので、でも結構 F3 のキャリアが長くて、はい、ずっとこう目の前でスーパーフォーミュラーを見続けて、すごいこう自分がこう出たいっていう思いが毎年高まっていってた中での今年なので、本当に嬉しく思いますね。宮田選手は確かデビューした時がスポット参戦の時はいきなりフロントローでしたっけ。そうですね、だからそれこそ今年トムスでデビューするっていう時は、はい、プレッシャーもあったんですけど、それも去年の予選で、まあ、絶対セッションでトップタイム残してて、うん、フロントローでデビューしてて、はい、いやそれより成績悪かったら本当にやばいなっていう、そっちの不安の方が強かったです。で 結果的にそのシーズンを過ごしてしまったので、はい本当にチームにはごめんなさいって思います。別に最初に、ね、フロントロー取れたから、いやいやもう楽勝ってわけではなくて、全然なかったですよ、ね、その時はやっぱその F3 とダブルエントリーでやってて、あピアノみたいな方はそうですよ、ね、実際忙しいは忙しいんですけど、うん、やっぱずっとコンディションを知れてるっていうメリットもあるし、そっかそっか、じゃあ SF だけに集中できて、それがすでに結果に出るかっていうと、そうではないっていうのはなんとなく分かったので、やっぱそこがこういいところ
こうアレンジしていくっていうのは難しいですか、スーパーフォーミュラ。そうですね、奥が深いっていうか、フレバーを変えるものがたくさんありますし、はい、まあ、あとはその昨年までニック選手が乗ってた車だったので、やっぱその好みがだいぶ違ったりとかっていうのがあるので、やっぱそういった車一つ一つのパーツについてる動き方とかをしっかり理解しないと、この世界、まあどのレースもそうですけど勝てないなっていうのは間近で感じています。まあそうは言っても今日のね、1位から17位まで朝のフリー走行でこんな9秒ぐらいでね、差がほとんどないから、あれ見えないの僕たちに、その差が。ジュリアードとかも走ってて、ほとんどライバルとはみんなイーブンぐらいの感じですか、もう走ってて。なかなかやっぱり簡単に抜いたり抜かれたりっていうのは難しいじゃないですか、スーパーフォーミュラ。まあ、抜けるかね、うん、まあ、抜けるかというのはもう少し抜けるし、スイッチの方が強いけど、コーナリングの、どうやって言うの、あの前の車があるとき、ダウンフォース結構、はい、してて、それはもう、ライスよりもっと感じるから、うん、でも、まあ、F2 みたい、だから、まあ、最初来たときはサプライズじゃなかった、サプライズはもうちょっとステージバンド、ステージバンド、今はちょっと無理でしょ。まあ、すぐ慣れたけど、最初はちょっとショックだった。あの、ジミアのは、そのヨーロッパで F2 を戦ってたでしょ。で、F1 のすぐ下じゃない。で、スーパーフォーミュラって、ね、F2 とスーパーフォーミュラ比べて、スーパーフォーミュラどこが楽しい？まあ、どこでも楽しいんですけど、でも車運転する使い方は全然違うと思う。タイヤ違うし、うん、あの F2 もものすごく重いし、そう、F2 で、タイヤンズと HW と運転しながら、もういつもあの後ろのバックマークの車だったから、まあ、感じがはちょっと悪かったです。だから、まあ、もしかしたら、もうちょっとインチンを運転したら、もうちょっと感じができるけど、まあ、とりあえずF2 と SFT を比べるときは、まあ、ブレーキとかグリップが全部ものすごく高い。F1 より違う。やっぱりじゃあ楽しいな、車としては乗っててずっとプッシュで何周も走ると楽しい、ほとんどずっとプッシュ。 F2 はいつも1周だけだから、1周だけデグラデーションするのすごい多いから。なるほど。そうだから、まあ、絶対 SF の方が楽しい。ああ、そうですか。おっしゃってたのすごい楽しい。あ、じゃあ我々もね、そういう楽しいね、素晴らしい走りをずっと見られるという意味であるスーパーフォーミュラいいなと思いましたけど、さてここで実はですね、ちょっと4人のドライバーの皆さん宛てにですね、質問が来ているんですね。はい、ちょっとですね、ここでお一人お一人にツイッターで質問をですね、いただいたところをファンの皆さんにちょっと答えていただこうと思いますので、順にですね、じゃあ聞いていきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、大津選手に質問が来ております。はい、ツイッターのお名前がですね、みちこさんという方です。ありがとうございます。トレーニングでミット打ちをしているのを見たんですが、ミット打ちってあれボクシングみたいなんですよ。はい、最近もうボクシングで僕ドハマりしちゃってて。ドハマりしてるの？めちゃくちゃ楽しくて。へえ。まあ、トレーナーが元プロボクサーっていうこともあって、おお、まあ、そのトレーナーの、近くのジムに、本当にリンクがあって、ボクシングの、施設が整ってるので、くらいでボクシングのトレーニングしてるんですけど。あ、そうなんだ。まあ、もちろんレースに向けてのトレーニングがあるんですけど、それ以上になんかこうミット打ちとかスパーリングとかするのが、はい、もう楽しすぎて、なんか無心でいろいろこう没頭できる感じなんだ。没頭できますね。ストレス溜まってます。いいツッコミでしたね、サブルさん。ストレス溜まってるんですか？ストレス溜まってますね。なるほど。まあ、でも前回優勝を飾ったからちょっとそのストレスがね、はい、少なくなったかもしれません。他に何かトレーニングしてますか？いや、まあ、トレーニングは普通の、まあ、まあ、ランニングとかは、ね、まあ、基本でやるんですけど、まあ、今も本当ボクシング。あ、そうか。そうですね。多いですね。佐藤さんのメインの時
だから緩急、そういうものもだから走るから走ってバイクも運動してたし、そういうふうに一番体重を落とせるため、うん、でも僕のフォーカスはいつも上でも下も大切なので難しい。だからすごいスペシフィックというのじゃない、一番スペシフィックというだけで、ありがとうございます。
自身も鈴鹿は一番日本の中で走ってくるサーキットで、走行するのもいいですし、SF でも、前回の2対2戦も調子が悪くなくて、今回も持ち込んだセットとかも良かったと思いますし、相方のロジン選手の、調子がいいので、そこのデータとかもよく、参考にさせてもらって、予選からいいパフォーマンスを発揮できるように、まあ、前線の勢いをそのまま、継続できるように頑張りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、応援よろしくお願いします。ルーキーオブザイヤーでも坂口選手を追いかけてますからね。対決も楽しみです。さあ、そして宮田選手お願いします。はい、まあ、最終戦となって、まあ、安定感はあるので、まあ、しっかりこの最後で、優勝とゴールポジションを取って、いい締めで終われたらなと思ってます。チームドックスと、応援よろしくお願いします。はい、大きな拍手応援よろしくお願いします。宮田選手、頑張ってください。さあ、じゃあ最後にジュニアのアリス選手、まず皆さんメッセージをお願いします。最終戦もう着いたから、またアリス選手のチャンスあって、一番好きなサーキットを日本で、だからチームのためと皆さんのためにいい結果出したいので、だから、まあ、頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、ジュニアのアリス選手、皆さんの応援よろしくお願いします。さあ、ということでスーパーフォーミュラの最終戦は予選13時50分からになりますので、ね、ぜひ皆さん、一周一周ドライバーで、ね、頑張りを見逃さないように応援をしていただきたいと思います。じゃあ改めてご紹介します。もう一度皆さんお立ちいただけますか。はい、では順にご紹介します。坂口星奈選手、大きな拍手どうぞお送りください。ありがとうございました。大木宏樹選手、そして宮崎智子選手、ジュニアのアリス選手の皆さんでした。どうもありがとうございました。お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ということで、ルーキードライバーを集めての